アメリカ政府がついに重い腰を上げ、日本航空自衛隊へ長射程1000キロの巡航ミサイルジャズムをついに輸出承認したとの情報を入手しました。今回は航空自衛隊がついに敵基地攻撃能力を獲得を詳しく深掘りしていきます。自衛隊への敵基地攻撃能力獲得は劇的進化を遂げる自衛隊。海上自衛隊のトマホークと航空自衛隊の巡航ミサイルで敵基地攻撃能力が劇的に進化しますね。日本は最強の自衛隊へと変化する。太平洋戦争が1945年に終結し、東西冷戦もソビエトの崩壊で終わりを告げ、世界は平和を謳歌するはずだったのに、朝鮮戦争やベトナム戦争、イラン・イラク戦争、湾岸戦争など世界のどこかで、常に戦争、紛争が起きています。人類は学ぶということができない生物という格言があったと記憶していますが、最たるものがロシアのウクライナ侵攻でしょう。ヨーロッパでの戦争ですが、日本も無関係ではいられませんでした。アメリカに倣い、ウクライナへの支援を表明したため、ロシアからは非難され、ロシアと現在蜜月の中国やインドからの視線も冷たいものがあります。特に、中国は福島第一原発のアルプス処理水海洋排出に、烈火のごとく怒りをあらわにして、国際社会でも非難しましたね。アジアは、輸出入関係だけでなく、軍事関係でも危険水域に近づいてきているように感じます。連日の発射実験のアラートにうんざりする北朝鮮の核ミサイル開発。中国は中長距離弾道ミサイルと巡航ミサイルの大量配備を進めています。それらの動きに対して従来のミサイル防衛網だけでは対抗できないと考えて議論が続いてきたのが敵基地攻撃能力です。その第一歩となる長距離巡航ミサイルをアメリカから購入することを政府は正式決定しました。アメリカ国務省は8月29日、航空機搭載型長距離巡航ミサイルジャズマー以下ジャズムの日本への売却を初めて承認したと発表しました。近年、自民党が中心的に敵基地攻撃能力、長距離打撃力の議論を進めてきましたが、空自が射程約 1000km のジャズムを50発購入したので、日本が初めてその能力を持つことになったというわけです。ちなみに、この代金は約152億円ということです。今回は、ジャズムを長距離ミサイルか、敵の防空網外から攻撃できるという意味で、スタンドオフミサイルと表現します。世界各国の空軍へ何回も取材しているフォトジャーナリスト刑事の発言を紹介しましょう。日本と世界の国々の空軍能力の差などについては、詳しい人物のようです。ステルス巡航ミサイルジャズムは、ウクライナがイギリスから供与されたストームシャドウと似たもの。ロシア軍の地対空ミサイルを避けるため、ウクライナは大事に使っているが、ジャズムの射程は、ストームシャドウより4倍も長い。日本は島国なので、敵との間に距離的隔たりがある。ということは、より安全に使用できるはずまた、空自那覇基地302飛行隊隊長を務めたことのアルエス氏の発言も紹介しますね。スタンドオフミサイルを導入する目的は、パイロットと戦闘機の生存率を高めるため。ミサイルを発射する航空機は、年々値段が上がる。その、一方で、ミサイル誘導などによる照準技術は向上している。世界各国、ミサイルの射程距離をどんどん長くする傾向がある。2018年には、F2 搭載用国産空対艦ミサイル ASM3 が完成し、マッハ3の速度だったが、射程が 200km だったので、量産することはなかった。では、F15 戦闘機の改修版に搭載される予定のジャズムはどう運用しようと考えているのか、ケイ氏は、約 1000km という射程のメリットを前提に語りました。日本の国勢は専守防衛。その中で、唯一、戦略兵器に近い性格を持っているのは潜水艦だが、巡航ミサイルも、戦略的意味合いが強い兵器。ジャズムの基本的役割は、敵の長距離攻撃基地を叩くこと。北
北朝鮮が弾道ミサイル発射の兆候を見せた瞬間 F-15 改めからジャズムを発射、弾道ミサイルや発射施設を破壊するだろう。中国にしても、日本を標的にした中距離弾道ミサイルのすべての基地、海軍の空母基地、空軍の H-6 爆撃機のある12基地などの多くが、日本領空からジャズムの射程に入る、だから有効だということなのでしょう。一方の S 氏は、対中国でのジャズムについて下記のように見ています。尖閣諸島有事を例にすると、以前の日本側の作戦計画は取られてから取り返すというものだったが、ウクライナ戦争を見ても、一目瞭然、一度奪われた領土を取り返すのは至難の業だが、スタンドオフミサイルなら、敵が実際に機上陸する前に叩ける。本気で尖閣を奪いに来るなら、中国は必ず、沖縄本島の空自那覇基地を長距離ミサイルで攻撃するだろうから、空自機は後方退避の必要があるが、先島諸島から 500km 東方に離れた安全な空域で待機しながら、搭載しているジャズムで中国本土から尖閣へ向かう中国海軍艦隊を攻撃できる。中国本土からミサイル攻撃が始まれば、自衛隊に防衛出動が発令されるはずだから、空自も徹底的に攻撃するだろう。中国側は、漁船など民間船も一緒くたに来襲してくるかもしれないが、赤外線映像などの偵察情報を解析して、大艦艇の環境だけに狙いを定め、まずは、強襲揚陸艦を集中的に攻撃するだろう、頭を叩き潰す作戦ということでしょうか。ジャズムはステルス性巡航ミサイルですから、中国艦隊が前段を迎撃するのは難しいでしょう。とはいうものの、ジャズムの購入数が当面50発という制限があります。S 氏の話はなおも続きます。F-15 改め1機に2発ずつ積むので、計25機で2個飛行隊。しかし、1回出撃したら撃ち尽くしてしまう。戦争では、費用対効果が非常に重要なので、ウクライナ空軍は、貴重なストームシャドウをすぐには使わず、慎重に狙いを定め、少ない数で、目標を確実に破壊できるように使用している。こう考えると、空自は、ジャズムすべてを戦闘機に搭載しない可能性も考えられる。アメリカ空軍は、ジャズムを、大型輸送機のパレットに収納、投下して一機に発射する運用方法を始めた。一個飛行隊の F-15 改めを空中待機させておくより、C-2 輸送機に10発ほど積んで、西太平洋上空で待機させるという作戦は、空自でもあり得るのではないか。つまり、輸送機から攻撃するという戦術と理解すべきでしょうか。そしてもう一点。ジャズムには、戦略兵器としての抑止力が期待されますが、使用するための議論が欠けている、とも S 氏は指摘します。確かに、政府は、議論どころか、国民に、ろくな説明をしていませんね。政府が勝手に決めて進めているようにしか思えませんが、日本では敵基地攻撃能力という言葉が一人歩きしている。基地だから北朝鮮のミサイル発射装置を撃てるだろうとか、司令部も攻撃できるという噂まで耳に入ってくる。しかし、現在の日本には多くの偵察手段から得た情報を分析し、標的の正確な位置や現状を把握できる 1000km 以上の照準能力は残念ながら持っていない。アメリカ軍に頼んで教えてもらうという手もあるが、アメリカの情報を信じ込んで、日本に関わる重大な発射命令を下せるだろうか。抑止力とは、敵に、この兵器で、こういう攻撃ができると思わせることが非常に重要。公言したら、相手に対抗策を取られるので、秘密にしつつ、少しずつ情報を漏らして、敵に、様々な疑いを持たせることが必要だ。試験ですが、抑止力とは、つまり匂わせということでしょうか。当然ながら、こうした秘密を握るのは、ミサイル発射ボタンを持っている国のトップということになりますね。しかし、その周辺には、多くの人間、政治家やスタッフがいます。その中には、あちこちの外国に通じているスパイがいるという噂も飛び交っているようです。まあ、この噂にも、ある程度の信憑性があるという人も多いようですね。情報が漏れた瞬間、
それまで構築してきた自衛隊の作戦が無意味になってしまう。これからは手に入れた兵器をどう相手に見せつけていくか、どう使おうとしているのか、具体性を持って進めていけるかどうかが今後の課題だと思われる。杉山氏の発言ですが、こういった二枚舌や三枚舌を使える老練な、いい意味でのずる賢さを持っている政治家が今の日本に存在するのでしょうか。